すごく明るいです、明るいですね、なんか明るいね。こんばんは、ん？こんにちは。かいにゃんです。今日ね、夜にキャさんとコラボ配信する予定。え、すっごいやばいな、なんか幻想的な世界に一人、幻想的な世界に一人いるわね。はい、前髪かわいい、本当ですか？適当にやった、かわいい前髪かわいい、本当にすっぴんなんですけど、ちょっとメイクするか迷ってるメイクしようか迷ってますよね。なんか生、ちょっと待って、ね、すんごい白飛びするな、なんでだろう、なんで。幻想的な世界に一人、今日はルームウェアを着ています。それはそう、ちょっとまつげだけあげようかな、まつげだけあげようかな。自分がいなくなると後ろの壁がいい感じに映るんだね。あ、じゃあさ、ちまちゃんにもらった鏡をね、ちまちゃんにもらった鏡、あ、めっちゃ映っちゃった、太郎サブレがちまちゃんにもらった鏡、めっちゃ可愛くない、これっちゃった太郎サブレは、あのあれです、携帯を置くのに使ってます。これなんか金魚すくいのポイみたいな鏡なんですけど、ちっちゃいんですけど目元とか細かいところを見るのにぴったりなやつ、これちまちゃんにもらった。じゃあすっぴん風メイク、すっぴん風メイクします。なんかもう家から出ないからしなくていいんですけど、今日18日でしょう、今日から多分10日間ぐらい家から出ないので、いっぱいショールームします。けんさんありがとうございます。ルームフォローもぜひよかったらしてください、お願いします。かわいいです、かわいくないですよ、ほんとこれね、ショールームだからかわいいだけです。ショールームはね、美肌モードがねかかってるからね、いいんです。だから本当は可愛い、本当に可愛いか可愛くないかはあの現地トーク会で確かめてください。あ、ちゃっかり宣伝、でも 99.9% のお客様が満足しました。
99% のお客様がね満足しましたので、はい、明日から受付なので少しでも気になってる方はね来てくれたら嬉しいなって思ってます。公園で見て可愛いと思いました。本当ですか？それはあれですか、生で見てってことですか？それは紛れもなく本物の池田ですね。それを見て可愛いっていうことは、で本当に可愛いってことですかね。あなたにとってはそうなんですよきっと。じゃあイさんは可愛いってことね。分かった。可愛いと思い込んで生きていけばいいってことね。分かった。はい、思い込みは大事。なんか涙袋だけ謎にメイクした。涙袋大好きだから。本当に適当です。家から出ない日のメイクの仕方は、いた、適当です。もうすぐねチークがね使い終わるんですけど、使い終わったらなんと大好きな日高ゆずきさんにお誕生日プレゼントでいただいたチークを使い始めるので、さんはそれが楽しみなので早くチーク使い切りたいと思ってます。めっちゃ薄いメイクでいいね。何もしてない、ほとんど何もしてないメイクでいいね。眉毛もなくていいか、別にいるか。見に来てくれたファンの人が誰だこれはってびっくりしない程度にメイクしよう。こんにちは、ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。まあいっか、前髪で隠れるけんがいいとして、あとはアイライナー、アイラインを目尻だけ引きます。かわいい、かわいくないです。ツイッターにいいねもらった。いいねしてます、みんなに。みんないいねしてね、いいねしてねじゃないや、私のね名前をねつけてつぶやいていただければ、お返しにいいねをあげますね。嬉しいのか知らない、嬉しいんでしょうね。嬉しいっていうことで嬉しいですよね、きっと。嬉しいと信じている。すんごい自然光、自然光、逆光じゃないけど、うん。はい、終わり、メイク。終わってはない。Yeah.
わってないメイク。リップリップ。前髪がなんかこっちが足りない。うん、本当にね、リーゼントみたいにね、前髪がねあるんですよ、2段階で。でもこっちの前髪やっぱないや。じゃあ今日はそういう前髪でいこう。片方ちょっとどっかになくしちゃったよ前髪にしよう。はじめまして、はじめまして、ありがとう、来てくれてありがとうございます。ちょっと待ってね、髪の毛を止めてから。この前髪の横毛をこっちにパシッと止めて完成。 SK48 チーム E の池田楓です。長崎県出身の19歳じゃないね、なんで怖いな。20歳です。でも心はティーン、19歳です。ルームフォローなどお願いします。あと SNS やってるので Twitter とインスタフォローしてくれたら大好きです。キュンです。いや、口の色がない。自然光って漏れますね。うん、漏れる、自然光漏れるからもういいですね、こんくらいで。本当にアイシャドウとか全くしてない、目の下のキラキラだけつけました。ひと光で茶色く見えるんですけど、髪の毛は地毛です。でもだんだんちょっとなんか逆光風になってきたような気がする。じゃあ検温しましょう、みんな一緒に検温します。ん？髪を染める予定ですか？髪を染める予定は今のところはないですね。お金もかかるしいいかなって感じなんですけど。ではこれで熱あったらショールームできない。あ、はい、大丈夫でした。6度3分です。カイニャンは6度3分です。みんなも何度か測ってますか今。今日測りましたか、ちゃんと。どれどれ、何度だったかい。池さんのデコ、よくさ、なんかおでこなんかさ熱あるみたいな時にさおでこでさつけるみたいなのあるけどさ、そんなさ初対面の人におでこつけられたらびっくりしちゃう。はい、にゃんの6度3分でした。
みんな正直にちゃんと検温してね。検温大事よ。知らんけど。あ、知らんけど。知らんけど。私にしてはね、いい体温計を持ってるなと思ったでしょう。これはね、お母さんが買ってくれました。昔。この引っ越すってなった時に買ってくれたはず。バイ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 。おー、バイ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 。もっともっと。真っ青な空、夏の匂い、校庭を走り抜け。そうそう。かわいい、めっちゃかわいい。サンキューマート行きたい。かわいい。サンリオキャラクターズ×サンキューマート、アイマスク、ヘアバンド、マスクケース。1月23日っていつだ。今週の土曜日か。遊びに来たよ、ありがとうございます。かわいい。ミニーちゃんじゃない、ミッキーちゃん。かわいい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 にゃん。定型文書き換えよう。今書き換えたら今反映されるもんなのかな。控えてみるね。何にしよう。何にしよう。何にしようかな。なんか煽られてるって感じないやつがいい。なんか前はなんか一番好きとか言ってたんだけど、絶対一番好きじゃないのに打たれてるなってちょっと思ったから、傷つくから。そうだな、何にしよっかな。何にしよっかな、迷っとる。まあ別にさ、何回も変えれるからさ、そんなに別にさ悩むことでもないんだけどさ、それでさ、なんかなんだろう、結構さ、それがさ連投できてもさ嫌じゃないやつがいいよね。イサンの歯かわいい。自分の歯かわいい。自分の歯かわいい。
トーク会絶対行きます。更新使えるようになった？どうかな、使えるようになりましたか皆様？どうかな、今はできないのかな。今さ違うさ携帯の方でさ作ったのね。あ、使えてる系、使えてる系あ、使えてる。初見じゃないよ、初見じゃないよキティちゃん大好きトーク会絶対行きます言ったな。はい、待ってます。名前、みんなの名前覚えちゃう、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 ちゃうよ。みんな大好き、キティちゃん大好きになったね。一緒だね、私もね、キティちゃん大好きなの実は一緒やな。一緒、キティちゃん大好きなのはね一緒。なんかだんだん暗くなってきた感ある。なんか目の上メイクしてないけど、なんか目の上メイクしてるように見えるよね。なんか寒くなってきちゃった、暗くて。いやね、いやね、いやね。じゃあイさんと今からサンリオショップデートしよう。私の好きな、好きなサンリオについてちょっと熱く語るので、ちょっと聞いてもらっていいですか？こんにちは、初見さんありがとうございます。ワンちゃんのアバターですね、かわいい。名前が昔おばあちゃん家にいたワンちゃんと名前が一緒だ。しかもこれはちょっと運命の出会いかもしれませんね。あ、お腹すいたな、お腹すいたな。イさん、イさん今日の夜ご飯決まっててこれなんです。これを食べるのずっと楽しみにしてて、ずっと楽しみにしてたの。なんかねえ、そんななんで楽しみにしてるのって感じだろうけど、カップ麺めちゃくちゃそんな食べる人じゃないから。え、お腹鳴ったのバレた？カップ麺食べたくてカップ麺食べるの楽しみにしてたんです、とにかくイさんは。だから食べるの。わーいわーいわーい。何？10分どん兵衛って何？え？ブヨブヨってこと？やん、嫌なんだけれど。ジタジタ？私あれだよ、かき揚げとかも後に残すタイプ。
てかね、あのね、今日見た夢の話をね聞いてほしいの。なんか夢ってその日に話したこととかが関連してくる時あるじゃないですか。で昨日ね、ナーヤに会って、ナーヤのなんかグラビアの話をねしてたんですよ。そしたら夢にグラビアが出てきました。すごい変態みたいじゃないけど、変態じゃないけど、ちょっとちょっと変態なのかな、わかんない、なんか不覚にも本当にわざとじゃないんですけど、夢にグラビアが出てきて、そうそう、話してて印象に残ったことって夢に出てくるじゃないですか。え、なんかみんな水着着てて、自分も着てて、変な夢だった。でもさ、なんかこういうさ、なんか夢のさ伝達じゃないけどさ、今こうやってさ見てる人にさ話したじゃないですか。話したらさ、それがさまたさ伝達していってさ、夢に出るんじゃない、みんなの。それはちょっとあれだけど、それはあれだけど、あの本当に話したことって夢に出るんだなって思いました。だから今日は分かんない、何が夢に出るかな、どん兵衛、どん兵衛が夢に出るかもしれない、分かんないね、何が夢に出るか。めっちゃお腹空いたな、そう、ちょっとご飯食べようかと。でも私水着着たことないんですけど、夢の中で着てて、え、でもなんかそれで着た感覚になるんですよ。わかります？なんか夢って本当になんか現実みたいなんですよ。夢ってめっちゃなんかすごいリアリティがあるんですよ。リアリティが、なんかリアリティがあって、あ、こうやってこうやるんだみたいな、こうやって着るんだみたいなのをちゃんと分かりながら着てるんですよ、夢の中で。でそれが不思議だなって思って、なんでそのなんか、まあ、お腹はいっぱいにならなくても、夢の中でご飯食べたらその時は食べてるような気持ちにもなるし、なんか夢って不思議だなって、寝てる間にさいろんなことがさ起きるってさ不思議だなって思った。そんな一日でした。今日は部屋の片付けをしたりしていました。めっちゃお腹鳴る。これは早くどん兵衛を食べなさいっていう神からのお告げ。え、ビキニビキニ、え、そうだからびっくりしたので、早くナーヤンのビキニを見なきゃ。イさんは、イさんは可愛い女の子を見るのが好きなのでサインもらおうっていう話をねしてた。いや、また白飛びやん。あ、待って、明るさ下げたら白飛びしてないかも。でも自然光の方がやっぱ漏れるね。自然光の方が綺麗に映る気がする。なんか一気に顔が暗く、顔が黒く見えるっていうか、なんか半減しちゃう、なんか半減する、なんか顔の明るさが。
まあそりゃそうか、夕方の5時にもなれば太陽は沈む太陽は沈む、それはそうよ。今日のルームウェアはね、ファンの人にプレゼントしていただいたジェラートピケじゃない、ポール&ジョーっていうところのやつで、めっちゃふわふわなんですけど、ちょっと伝わりますかね。伝わると思う、画面越しでも伝わるよね、このふわふわ感はね。寝るときとか本当にこれ一枚でいいぐらい、もくもふもふもふふわふわって感じです。ふわふわ、お腹すいた。あ、公演発表された？イさんの次の仕事はそれなので、それまではちょっとゆっくりと練習しながら過ごしたいと思います。やっぱちょっと腹が汚く見えるな。このライトの、まあそりゃそうか、肌に何も塗ってないのだから。あ、でもこうしたらちょっとなんか、あ、オレンジっぽくてなんか綺麗な肌に見えるような気持ちになるちょっとオレンジだけどこれにしようね。うん、そうそう、ライト、ライト、トーク会絶対行きます、待ってる。待ってる。イエーイ、公演出ます、よかった。今月1回しか出れないかと思った。2回目ですね。よかったよかった。あれ、発表されてるよね、発表されてるよね、さっき発表されたもんね。さっきファンの人が教えてくれたもんね。あ、発表されてるよね、よかった。めっちゃお腹すいた。しかし、しかし、しかし腹が減っては戦ができないね。うん、腹が減っては戦ができない。こんにちは、来てくれてありがとう。ルームフォローお願いします。
仕事中、仕事しながら来てくれてる、ありがとう。あ、インスタグラムで質問返し、そういえばさ、してるからね。まだ消えてなかったらね、よかったら質問してみてください。高確率で帰ってきます。ファンの人からのね DM とかもね見てるので、インスタとかツイッターとかいっぱい反応してくれたら嬉しいです。あ、そうだ、サンリオのさ話を熱弁するって言ってしてなかったから説明しよう。イさんは今サンリオのオンラインショップのページをね開いていて、ちょっと商品について熱弁していきたいと思いますが、いいですか？熱弁しますね。いやマジで、あー本当だ、え、在庫切れになってる。こちら、あの私が昨日買った哺乳瓶入りのマスコットなんですけど、見えますでしょうか皆様。在庫切れになっておりますこちら。でも人気なんだ、買ってよかった。見てめっちゃ可愛いんですよ。いや買っといてよかった、本当に危なかった。めっちゃ可愛い。スウェットワンピース。なんかこの時期やっぱおうち時間で家にいる時が多いから、家にいる時にさ可愛いさ服をさ着るとさテンション上がりますよね。これ子供用なのかな。あ、違った、大人用だった。めっちゃ可愛い。なんかサンリオって本当に心の癒しになる。買い占めてないですよ私は。1個しか買ってません。かまち、これをね見るだけで幸せな気分になる。うわーめっちゃ、うわー悔しい、これ欲しかった。うわ悔しい、見てめっちゃ可愛い。在庫切れ、コギミュン、しかも半額。見て、ケイトパンツ。ケイトのおパンツだ。かわいい、くそー、在庫切ればっかりじゃないか。キティちゃん大好き、キティちゃん大好き、みんな使ってね。かわいい、バレリーナだって、めっちゃかわいいよ。今日マイメロちゃんの誕生日なの知ってた？みんな、この子マイメロちゃんの誕生日、違った、この子、この子の誕生日です今日は。おめでとうって言ってみんな。マイメロちゃんの誕生日だから。今日はマイメロちゃん知らないんですか？めっちゃみんな好きになった方がいいよ。このシリーズもねめっちゃかわいい。これはね買うかね迷った。このお風呂みたいな
やつ。あ、見えない。でもね、やめた。やっぱさ、一回のさ、お買い物ではさ、一個買ってもさ、一個とかだからさ、やめたけど、とにかく、あの、皆さんはね、サンリオをね、愛し、サンリオにね、愛されるといいと思います。そうすると皆さん心がとても休まりますので絶対にサンリオを好きになった方がいいと思います。そしたらあのとても宗教みたい、とても幸せな時が流れることでしょう。皆さんサンリオ教に入るといいでしょう。カヤニャンに愛されたい。愛されたいならいっぱい会いに来てほしいな。なんか本当に会いに来てくれたり SNS のコメントとかしてくれたらみんなチュキチュキです。ポケットからキュンです。初見じゃないよそう、初見じゃないよボタンをつけましたので、みんな初見じゃないです。初見の人は初見って言っていいです。でも初見の人はキュンです。初見じゃない人もキュンです。初見の人もキュンです。みんなキュンです、キュンです。何時から始めたっけな、5時違うね、4時半とか。一言もね声を発してないなと思ってね、発さなければと思ってね始めました。こんにちは。そのアバターはサシボバーガーですね。違うかもし、違うかもっていうか 100% 違うのに。それはサシボバーガーです。絶対にサシボバーガーです。入ってないのかな。いや入ってるよね。キティちゃん大好き。私もキティちゃん大好き。一緒だね。溢れてる、これ。溢れ出す、溢れ出す液体。もったいないね、このね、出ちゃったやつがさ、もったいない。仕事終わったらって、お疲れ様、気をつけて帰ってください。サセボバーガー食べたことある？あるよ、もちろん。イさんはサセボバーガー大使
勝手に佐世保バーガー大使だから、イさんは佐世保バーガー大使だよ。勝手に佐世保バーガー大使だよ。明日から恋落ちフラグの個別現地でトーク会がね、受付スタートということで、来てほしい、待ってます。ファンの人がね、SNS で宣伝とかもしてくれてるので、それがきっかけでね、他の違うメンバー推しの人も絶対ちょっと箸休め池田推しに来てくれたら嬉しいです。箸休めにちょっとね、ちょっとついでについでにちょっとブーも近いし、一緒に行っとくかみたいな、行っとくかみたいな感じでね、そういう感じでとりあえず行っとくかみたいな感じで行ってくれたら嬉しいです。行ってくれたら絶対楽しませれる自信がねあるので、ちょっとね箸休めに、推しメンの箸休めにでもいいので来てくれたらと思います。受付今日から？今日からじゃないよ。え、今日から？今日から？特会行く、待ってます、ありがとう。大好き。味変っていうか箸休め箸休めとは、箸休めとは、待ってるよ。その時はねちゃんとね可愛い服着て行くので、今日の服も可愛いけど、今日からですか受付、マジか。そうだよ、遺産オタになる。本当？本当だ。ああ、時間割が出るのだって。イさん一部どうだろう、なんか2020年の目標は部数を増やすことだったんですけど、コロナでその握手会がなくなっちゃったのでその目標達成できなかったんですけど、いつかは部数を増やすのが夢っていうか目標なので、そのためにもこのね、恋落ちフラグ、あーし、しびれた、うん、右いい、あー動けん、ちょっとウェイト待ってね、いや足しびれるは突然に来るから、本当にねちょっと同じ体勢で座ってるけんよくないやってね思うんやけど、そうよくないすぐしびれてくるからね、足ってもうはね気をつけてください、皆さんも気をつけてもらって、ちょっと今ね足をね触ってってるっていうかね、揉んでるっていうかね、痛い揉んでるっていうかあれです、ちょっと痛えなみたいな痛えなって思ってますけど大丈夫です、
意外となんか浅いしびれと深いしびれがあって、こうめっちゃ長丁場、長丁場、長丁場の戦いになる時もあれば、ちょっとピリッピリッピリッとしびれてちょっと大丈夫になるみたいな、ピリッピリ辛ピリ辛みたいな時もあります。あ、うん、大丈夫かも。痛すぎる。じゃあ今からファンの人にメールを送ろっと。キス顔を送ろう。嘘です。変な顔をしよう。変顔やば、思った以上にやばかった。思った以上にやばい。白目ってあんま良くないっていうよね。スクショ、よし、何を送ろっかな、なんて送ろっかな。やばい、白目が本当に思いのほかやばくて送れないレベルだったからやめるね。ちょっと変な顔したやつ送る。変顔メールしますね。こんばんは、こんばんは。見に来てくれてありがとう。ここで配信するのいいけど、後ろにさ、何もさつけれないっていうか、つけようと思えばつけれるか、つけようと思えばつけれるか。めっちゃでかく書けば見えるかな。よし、メール送信、送信しました。
トーティン決まってた。トーティン決まってた。送信しました。髪ほんと伸びた。ちょっとイさんは今お勉強してたので、ちょっとお勉強の続きをねやるので、ちょっと皆さん皆さんね、お仕事中の人もいると思うので、ちょっと作業用 BGM ということで、ちょっと今からイさんはお勉強をするのでちょっと黙りますね。お勉強をねしているので、さん、コメント欄を開放するので、ファンの人同士でイさんのいいところについて討論しといてくださいいいですか。はい、19553サイム、19555サイム、1955サイム、1955サイム。匂いは飼育、匂いはね、4月19日、匂いは飼育。九十島湾が世界で最も美しい湾クラブに認定された。1955サイム再開国立公園。概要性多様性、ん？概要性多頭海景観。概要性多頭海景観。はいはいはい。うん？概要性多頭海景観。多頭海。概要性多頭海。概要性多頭海。概要性多頭海。18時より、違うんですよ。なんか詳細が出るのが今日の18時で、応募は明日の3時からなので、そうですね、時間割を今日確認してもらって明日からって感じらしいです。絶対にね、みんな来てくれるって信じてるから。黒島、前島、高島、黒くて前に、黒くて高い前に遠止まり、黒前高遠止まり。概要性多頭海景観、概要性多頭海景観。1955サイム、1955サイム1955サイム、 OK。 画像を設定しまして、なんか単語帳みたいなアプリで勉強を始めまして、イさんは、まあ秘密です、なんで勉強してるか。今日から28日の公演まで
お仕事がなくてステイホームなんですけど、まあ緊急事態宣言も出てるしステイホームなんですけど、今までそのお仕事がない時はすごい落ち込んだりしちゃうことが多かったんですけど、ショールームしたり勉強したりして自分なりの過ごし方をちゃんと考えて、無駄に家にいる時間を無駄にしないようにしようって今日思って、まあ、それがいつまで続くかは分からないですし、急にやる気がなくなっちゃうかもしれないけど、ショールームは毎日ちゃんと続けようと思ってます。はい。いい？だから皆さん見に来てくださったら嬉しいです。お願いします。ちょっとあれ変えた方がいいかな。なんか私あれなんですけどね、高校は卒業しました。でもちゃんと